さきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。以前私の通勤車ワゴン R くんが故障した動画を上げさせてもらったんですけど、そのワゴン R くん今もまだ故障してるんですね。もうね、ドッ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 って言って止まりかけみたいな音を鳴らしながら会社に連れてってくれるんですけど、もう多分あれ止まったんですよ。何も音せんくなって、もう一回かけてとかめっちゃ焦ったことがあって、もう早く修理をしたかったんですね。お金ないからそのまま乗り続けてたんですけど、やっと車屋さんに持って行きました。見てもらったところ、イグニッションコイルっていうところが故障してるらしいんです。イグニッションコイルっていうのは点火系の部品らしいんですけど、その部品1本1万円するらしいんですね。めっちゃ高いじゃないですか。3本あるんで3万から4万ぐらいするって言われたんで、私が自分で修理しようと思います。自分でやったらほぼタダでできるらしいんですね。コイル自体も解体屋さんに行ったらもらえるらしいんですよ。で、私実際行ってきました。ほんならワゴン R 君と同じ型のワゴン R があって、そのコイルもらっちゃいました。これがイグニッションコイルっていうらしいんですけど、しかもほんまにタダでもらえたんですよ。コイル自体もお金かかってないし、私が実際修理することによって、ただや。今日は私が整備士になってワゴン R くんを直したいと思います。整備士ってつなぎというか作業着というか、こんな格好でやってないと思うんで、着替えてきます。着替えたよ。これで頑張って作業していきます。めちゃめちゃやる気あるやろ。作業をする前に、もう皆さんお気づきかもしれませんが、今日はカメラマンがいてます。2代目カメラマンが決まりました。視聴者様の中からも応募をさせてもらってたんですけど、もうやっぱり私的にはそんなお給料も上げれないのにこき使うっていうのがちょっと気が引けて、今回友達の友達で YouTube を勉強したいと、 YouTube を始めたいから YouTube の世界を知りたい子がいてて、こき使ってくださいと、無給でいいですっていう子を見つけたので、そのここにカメラマンを頼みました。前のカメラマンに近づけるように頑張りますってことらしいので、ぜひぜひ新しいカメラマンよろしくお願いします。前のカメラマンやろみたいなコメントもたくさんあると思いますけど、全然違います。ほんまにクビにしたんで、新しいカメラマンをこれからよろしくお願いします。ってことで自己紹介しよう。皆さんに顔出しあかんの？YouTube するんやんな。好きないやん。いや、私もマスクしてんねんけど。あ、じゃあ分かった、はじめましてって言ったらいいやん。声もあかんの？何系 YouTuber な？何撮るん？もうなら顔出しも声出しも NG らしいんですけど、まあ慣れてきて、だんだん、いつか顔を出せてちゃんと自己紹介できたらいいな。そしたらもう早速作業やっていきます。どこ撮ってる？まずチェックランプ見てください。ここもうなんか見慣れたわ。このランプがずっとついてて、エンジン系があかんねやなって分かりました。で、作業を始めるときはエンジンをまず切る。ちゃんと車が動かないようにサイドブレーキも引く。ボンネットを開ける。開いたの確認して前に行く。おじいちゃんちからパクってきました。なんかこれカチャカチャするらしい。こんな感じらしい。あ、ぽい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 。ベビスさんこんなん使ってそう。まずボンネット開ける。開けたらボン。OK。 ここの部分の下にこれか。ここ
の下にイグニッションコイルがあります。コメントでも言われたんですけど、ここなんかほんま閉まってなあかんらしいんですけど、なんか元から開いてるんですよ。これさ、どうやってさ、いやもう多分絶対閉まらないです。まあもう開けっぱなしで、やりやすいからもう開けっぱなしにしときます。見えますか、ここ、ここを緩めてこれを取ります。緩めて、緩めるだけで OK です。まだ取れへんかった緩めたらガバって取れるらしい。あ、取れた。こっちに置いとく。待って、もう一個すでにネジないやん大丈夫か、開けっぱなしやしネジないし。ここはこのネジを取っていくんですけど、ここに当てて、あ、待って、おじいちゃんに先説明してもらって、これを右に、右にして入れる。こんなん全然開けへんねんけど、何してるん、なんで離れていくん、むずない、こうやここを回すらしいです。あ、取れる、全然取れへん、めっちゃ長ないこのネジ、どこまで、あ、短っ、取れた、1個目取れました、よかったわ、1本取れてて。こんなネジ取るだけでめっちゃ大変。取れた、どこ取ってる、最悪、ちょっと今真っ黒、よいしょ、めっちゃうまなったんちゃん、ほら取れた。ここが全部取れたんで、ここを外します。え、もうパパって取れると思うんですけど、ん、あ、取れた、3つ出てきました。これがイグニッションコイル、ここを3つとも総入れ替えでやっていきます。ここを取っていくんですけど、めっちゃ早いで、さっきも分かってん、コツ、いくで、めっちゃ早いはい、取れた、やばくない、もう車修理余裕やん。皆さん、車修理が壊れたら三崎整備士にご相談ください。車修理が壊れたら三崎整備士にご相談ください。はい、取れた、あ、ここついてた。はい、3本目全部取りました。次の手順は、ここをつながってるんですけど、ここと、ここ押したら簡単に取れるんで、ちょっと持ち上げて、ここ押して、はい、取れた、これが故障してるらしいです。ここも一緒、取れた。3つ目がここにかぶってるんで、これも取ります。これはここ、これを取らないと外れないので、ここを取っていきます。めっちゃ難しいで、めっちゃやりにくいんで、ネジとか落とさんように気をつけてください。あ、落としそう、
あ、いけた。これを取ってここを、繋がってないよな。え、取れへんけど、取れた。いけた、いけた、いけた。ここを押して、全部押して、どー、勝った勝った、取れました。古いイグニッションコイルを取ったんで、中古でもらってきたコイルたちをはめていきたいと思います。でもこれも中古やから、もしかしたらすぐ潰れるかもしれないんですけど、まあまあそれもしゃあないと思います。お金ないんで中古入れときます。ここはこれとつなぐ。カチッって言った、今聞こえた。ちょっともう一回やりますね。これは聞いといてね。って言うまで刺してください。最後ここ、はい、じゃあここがめっちゃやりにくい。どうこうか。よし、どこ取ってる。このネジを全部戻していきます。戻すときはこっち左に回す。これでもう通勤の時に焦らなくて済むはず。中古のやつも壊れてたらどうしよう。直れへんかったらもう諦めて修理出します。2個目。もうめっちゃ早なってるよ。 OK。 3個目もはめていって、これで交換作業は終了です。めっちゃ簡単やね。じゃあ、あとはカバーを戻して、これも戻して終わりなんで、ちょっと整備士岬が戻していっちゃいます。エンジンつけてみたんですけど、チェックランプが消えてる。ここがもう何もなくなりました。とりあえず修理は成功です。めっちゃめっちゃ手は汚くなったんですけど、手は洗ったらおしまいなんで、皆さんもぜひイグニッションコイルの不調を感じたらこの動画を見て修理してみてください。で、今日新しいカメラマンに来てもらったんですけど、暑い中カメラマンしてくれてありがとうございました。募集事項の動画もちゃんと見てくれたと思うけど、超健全にお願いします。